特報です。現在世界各地で黒いアイアンゴーレムが大量発生しています。この黒いゴーレムたちは次々と村を襲って世界征服をしようとしている模様です。大変危険なので村の周辺にいる皆さんは十分に注意してください。何こんなの流行ってんの最近。絶対嘘だよこんなの。いやニュースになってんだから嘘じゃねえって。いやお前もうなずいてんの。そんなこんな意味わかんねえよ。いやありえないんだよ絶対。サンドもありえないと思うよね。何が行った。こいつ危な。何やってんのお前。ダーツやってる時に話しかけてくんじゃねえよ。いやダーツやってるのにこっちに投げないでよ。ダーツを人に刺すんじゃねえよお前は。そうだよ危ないな。えいや。あー、点数低いね。低いねじゃないよ。そのまま続けんなよ。ニュース見てた？何が？撃つな。ダーツやってる時話しかけてくんじゃねえよ。何がってお前が反応しただろ。話しかけてきたからやろ。一回やめろそれ。何？何回やんだよこれ。お前が話しかけてきたからだろ。大変だ。ダーツしないで。大変だよ。みんな何が言いたいな。いや話しかけてくるから。うるさいうるさいうるさい。みんなニュース見たか？いいよゼル話して。みんなニュース見たでしょ。あくそ何やってんだよお前。さっきやってたやつ。そう真っ黒のゴーレムが出現してるっていう。いやあれやばくない。あれやばいよ。村人を襲ってるってさ。だって嘘じゃねえって。あー惜しい。お前ちょっとやっぱ黙っててくれや。静かにダーツやってくんない。やるならお前が一番うるさいから。俺は黙らせんなよ。何痛いな。やめろよやめろよやめろよやめろ。ダーツを一回やめろよ。勝ったよもう。そうあれフェイクじゃないんだよ。なんでかっていうと犬友達が伝えてきたからフェイクじゃないですあれは。出た犬友達。これ本当に正しい情報なの？いや本当だよ多分。怪しいけど多分。伝言ゲームみたいにしてるからちょっと変わってるかもしれないけど。ねえちょっといい加減やめてもらっていいですか？ずっとバインバインになってるのやめてよ。なかなかブルに行かんねんな。もう下手なんだからやめてって。いやブル行ってないって一個も。ああ壊された。終わり。今一大事なの。そう聞いて。ああ一大事で思い出した。俺も一大事だよ今。何が？何？そんななんか意味わかんないのよりすごいのある。見てこれ。俺は凍ってんじゃん。うそーそー。毎回お知らせはここに貼るんだね。見てこのお知らせ。今度何？ランダムブロマイド。忘れとるやん。で11種類忘れとるやん。チラチラ見るな。シークレット含めて11種類？7月12日から8月31日までやってるんだ。これニュースでやればいいのに。これ確かに金やばいことになると。これみんな買ってくれ。なあなあ買ってほしいけどちょっと待って。何？いやまたね。あでもね黙れゼアル君俺シークレット以外全部集めた。おー、すごい。僕はユンちゃんだけあげたけどね。なんでこれスーパーシークレットもあるからさマジで買ってよね。確率低いんだ。これ全国のファミマだったらどこでもできるから。そうねファミマだったらね。うん、あそうだ今からそれファミマ行こう。いや待ってファミマも大事だけどちょっと待って。わーわーじゃないよ気持ち悪いな。これより重要なことがあるの？これより重要でやる。まあそれと同等ぐらいかな。いやじゃあ絶対こっちそれより重要って言えよお前。いやそれより重要だ。あと俺がダーツ日本代表になるっていうのも重要だから。それは重要じゃない。その黒いゴーレムなんだけどあいつが、元凶じゃないんだよ。まだ裏で手引きしてるやつがいるの。でも暴れてんのは黒いゴーレムじゃん。そうそうなんだけどそいつを生み出してるやつがブラッドゴーレムってやつなんだよね。ブラッドゴーレムって聞いたことあるの？なんか前会ったことあるよね。うんあるね。それはちょっとわかんないけど。サンド覚えてる？ファミマプリントで黒いゴーレムが出てダーツ大会出るって。いらんなんだ、シルエット、シークレットがブラッドゴーレムじゃないからね。いろいろ混ざったのなんか。で何そのブラッドゴーレムが何で、そのブラッドゴーレムがその黒いゴーレムを出して街を襲ってんだよ。だから親玉で指示してるってこと？今回は芝木に行けって犬ともに言われた。芝木に行けって言われたの？そう。犬からの依頼ってことなの？じゃあどこにいるか分かってるってこと？そう、場所は結構教えてくれてるから。もうでも村を襲ってるやつって危なくない？そうだよ。私たちは守れたくない。大丈夫なの？だから防衛するんだよ。最強セキュリティハウスを使ってさ。なんかあんの？物とかは。すごいかっこいい。まあそれは作んないといけないけど。最強セキュリティハウス作って守るぞ。そう急にやる気出すよ。また犬が守ってくれるの？最強を作ろう。じゃあ行くぞ。急にやる気なんだ。ほら行くぞ。それは何？リードな。すごい引っ張るやん。まあ人間の化け物みたいなところあるから。何を言ってんねんお前。お前化け物を飼うんだ。やめろやめろ。引っ張んなお前。早く来いって。お前場所分かってんのかよ。あそっか連れてってもらわなきゃ。来いって。おいそっちじゃない。僕が飼い主だから。僕が飼い主。頭についてる。違う違う。お前じゃない。
早く連れてけ。引っ張ってもらっとるやん。膝だって頭だの。本当にペットになっとるやん。最強セキュリティハウス作ったことあるよって人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いしまーす。よし、村守るぞ。大丈夫かなこいつら。ほら案内しろ、案内しろアホ犬。その引っ張り方かわいそうだからやめてあげて。マジでペットじゃん。ここが例の村だね。え、ここ来るのブラッドゴーレム。ここが襲われるってこと？そう、予定らしい。お前一生つけてんだなそれ。めっちゃうざいこれ。ああ、危なかった。もう少しでいったら。危なかったって何や。怖いんで死にかけてた。怖い怖い怖い。脳がもうおかしくなっちゃった今。でもそんなことやってる場合じゃないだろ。あやめろ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 。なになになに、お前倒そうとしてんのか、ゼアルのこと。え、じゃあこれで脳みそをさ取り出してさ、俺のと交換しようかなと思って。ダメだよ、ゼアルバカになっちゃうんだから。そう、バカになりたくないよ。あー、お前もバカになっちゃうって。やめ、いらないわ。やかましいな、お前。もういいから。あ、いいな、欲しい。お前のとバカだろ、それも。もう、もう、来いよ、早く。早く来いよ。分かった分かった分かった。村人多いな。え、この数を守るの？むずくない？そうだよ。でも結局どうやって守るの？いや、もう準備してあるから、材料とかは。あ、そうなんだ。そう、このチェストの中にね、全部入ってますから。あ、ほんとだ、チェストある。あ、なになになに？お前、飴食いすぎたんやろ、それ。まだ食っとるし、どんだけ学ばないな。気持ち悪いのに食うなよ。ねえ、気持ち悪い。お前、お前の顔が気持ち悪い。グワングワン、いたー。ここにあるからさ、これ見て、ちゃんと。あ、これで作るってこと？ほら、いろいろ入ってるから、ほら、こんなの。なにこれ、見たことないでしょ、これ。危ないよ。うわぁ、なんだ。バカバカ、バカ、村が。おい、誰がやったの。待って、村が。あ、ノー、ノー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 じゃない。ノー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 。バカだね。なんで誰も痛いのに撃つの。なんだこれ、どうなってんだ。どうなってんだじゃねえよ、もう壊れとるやんけ。じゃあ俺じゃないよやったの。え、誰。ゼアルだよ。お前さ、使用方法ぐらい確認しとけよバカ。え、じゃあもうここら辺のやつを使って作っていけばいいのね。そうです。まあまずここの壊したところを直すところから始めましょう。お前が直せ。なんで俺らが直さないといけねえんだよ。いや、連帯責任かなと思って。あら、やれ、時間以内にやってね、ゼアル君。おい、僕もやります、やります、はい。早く。はい、やりますよ。みんなでやるよ。これやばい。あ、バカボン。バカボン、何やってる、何やってる。やばい、やばい、やばい、やばい。またやっちゃった。またやっちゃったじゃねえよ。やばい、やばい。もう。ゼアル。おい、違うだろ。お前も直せよ、ちゃんと。はい、サンドとゼアルで直さないとね。取り返しつかねえだろ、もうこれ。みんな、装置できた？いやー、できたよー、頑張ったよー。完璧や。ほんと？いいねー。なんかサンド途中から見えなかったけど。うん、何してたの、なんかいなくなってたでしょ。分かってないな、バカども。俺の素晴らしいセキュリティを見て驚くよ。よし、じゃあセキュリティ紹介していこう。驚くなよじゃないんだ。ここ何？これ知らないんだけど、すごいな、うん、これ誰作ったの？あ、これはね、僕が作ったんだよね。これ何？感圧板？そう。あ、これ触れないで、危ないから。これ触れたら最後、ここから矢が飛び出るんだけど、矢が飛び出てきて感圧板に当たって、それが矢に反応してみたいな感じで無限連鎖するから。なんか難しいこと言ってるけど、矢が飛んでくるってこと？そう、どんどん矢がね増えてくから。ここどうやって入んのさ。これさっき言ったじゃん、だからここ登ってくんだって。てかそれより前にさ、これ説明してよ。この壁、レインボーがあるよ。これね、私が作ったね、壁なんですよ。これはですね、よろずやみんなで動かすセキュリティになってて、ここのレッドストーントーチが置いてある場所4つあるじゃないですか。全部含めて、うん、4箇所あるね。そう、それぞれに分かれてタイミングよく。待って待って、危ない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 。で、それぞれ分かれてタイミングよく敵が来たタイミングでこのレッドストーントーチを壊すと、一番下壊すと壁ができるってことね。4箇所もね、4箇所やればいいんだよね。侵入を防ぐ壁ができる。なるほど、面白いねこれ。面白いでしょ。いや、でも大爆笑とかならなくね。いや、そういう面白いじゃないんだよ。違うよ。うん、楽しいの方の面白いだから。はっはっはっは。こいつ落とすか一回。え、これ押していいのこれ、感圧板。こっちは大丈夫でしょ。水が侵入しないための感圧板だから。そこね、気をつけろ、サンド。お、怖い。あ、ちょっと。バカ野郎。で、待って待って、そこ気をつけて。動いちゃダメだよ、動いちゃダメだからね。地雷あるから。ここ地雷設置してるから。どこに。ここ、これ暗いやつ、危ない。いや、だから近くなってんの。あとさ、あとさ、ここなんかおかしいと思わない？
ここの地面。確かにここだけなんか、何これ、苔みたいな。これね、ちょっとこっち側来てください。反対側。なんだそれ。これ何？こちらですね、巨大落とし穴でございます。すげえ、ここが、ここが落とし穴ってこと？いや違う、ここじゃねえよ、こっちだよ、こっち。あそこ、そっちか、そっちか。ちっちゃすぎだろ。全部？あ、ここ全部。すごい、でっか。でしかもこれただの落とし穴じゃなくて、下に針千本あります。危ないよ、今。危ない。重さには耐えれるんだけど、ここのレバーガチャガチャってやると、はい、落とし穴が作動するだけだから。ああ、そうなんだ。お前絶対俺落とすなよ。怖いな。ちょっとサンド行ってみてよ。いやだよ。行くわけねえだろ。いや大丈夫だって。ダメだよ。怖いよ。大丈夫でしょ？ういー。ういーじゃなくて。あ、ちなみにそれで落ちなかった時用に、あのここにファイヤーチャージランチャーと、あとこっち側に送風機がありますんで、一応落とすこともね、完璧に落とすプランができております。やってみて。いくよ。はい。おお、ほんとだ。なんかこっち来れる？ギリ耐えられるぐらい。なんか涼しいよ。いや違う、これあくまでも落とすためのやつだから、それギリギリ端っこいくでしょ。おー肉だ。あ、でも肉だ、肉だ、肉だ。ゲームをするな。あ、肉だ。食いしん坊、食いしん坊のゲームする。遊んでんじゃねえお前。次行こう。これ何？この巨大なやつ誰作ったのこれ？こちらはですね、僕が最近発明した TNT ランチャーでございます。めっちゃ入ってるさ、TNT、やば。え、これ全部 TNT 入ってる。これをひとたび発動させると、もう大量の TNT がね。詰まっちゃうって TNT が危ない。これ、注意点なんだけど、使い切りなんで、一回作動したらもうここのあれは壊れちゃいます。この全部の TNT を一回に凝縮してんの？そう、まあ、だからその最強じゃん。もうモロハの剣だよね。え、これ食らったらひとたまりもないじゃん。そうだね、これ絶対倒せるっていう。バカお前何やってんの。おいどこの TNT 持ってきたんだよ。危険物を置くな。てかサンドは何してたの？あ、そうじゃん、サンドのやつまだ見てない。 TNT 見てない。ふん、あっちの家入って、あの家正面の、なんか書いてあるよ。危ないよ。うん、危ないよ。入っていいの？入って。いいよ、ゆんちゃん。危ないよ。先にサンド入ってよ。先にサンド入って。いや、俺は入らない。え、じゃあ誰か指名してよ。誰でもいいから入りたいやつ入って。じゃあゆんちゃん行け。ゆんちゃん、ほんとに危ないの？うわちゃんと水が敷かれてある。優しいな。親切設計な。バカ、危ないな。危ないよ。え、でもさ、これも一回やっちゃったらもうできないじゃん。そうじゃん。いや、これ村にいっぱい置いてあるから。あ、そういうこと。で、一応ね、危ないかなと思って、うん、ほら、うん、危ないよって書いてある。うん、絶対騙されなくなっちゃうやん。でも危ないよ、ここ行ってみ。危ないよ。危ないんだから。え、ねえ、さ、ほら、あっちにもある。何？これってさ、村守るんだよね。いや、入ってる。だから最後に村入ってきた時用だよ。あ、最後の砦ってことね。これ最終手段ね。これ村人も危ないよ。大丈夫かなこれ。村人でも、なんか危ないよって書いてあるじゃん。村人読めるように。あ、まあ知能があるやつには通用しないと。最強でしょ。しょぼいな、ちょっと。最初にやるべきだったかもな、サンドの。そうだね。一番しょぼいから。1個でも奈落に突き落とすよ。は？当たりがどういうこと？どういうこと？え、だからこの危ないよも、爆発じゃなくて奈落に突き落とすやつもあるよって当たり。え、なんで黒ひげ危機一発みたいなことしなきゃいけないの？だから危ないよって。いや、本当に危ないやつ1個あるやん。1個、え、何個かあるかも。何個もあんの？うん、危ないよ。怖っ。え、サンド覚えてるそれ？知らんどこか忘れた。危ないよ。だから書いてんじゃん、危ないよって。いや、お前が危ないよ。わかった？危ないのは分かった。分かってるよ、そんな危ないのって。まあ、あの村人も危ないな。装置勝手に使うんじゃねえぞ、お前。危ないよ。え？何？なんかいるよ。ね、黒いゴーレム。あ、本当だ。あ、あれだよ、あれ。やばい。俺一番左。ちょっとこれ行きづらいな。あ、待って、ホムラ君、これで大丈夫。ん？バカ野郎！バカ。壊れる。え、着火されるよ。バカ！何やってんの？ふざけんなお前。一番右来た。これ壊すよ。行くよ。はい。ほら。これ下だった。はい。はい。じゃあ佐藤。違うって危ねえなお前バカ子。危ない痛い。これで安心。行って。佐藤させ。ねえ。佐藤。壁貫通してるって。ナイス。いや、やばい。ねえ、しかも水もダダ漏れじゃねえか。誰だよここ壊したの。ダメ、次。次しといて。まだ、地雷が。あ、いいよサンド。それいい。ナイス。うまい。俺も10秒援護します。いいね。ね、全然効いてないよあいつ。はい、降りてお前ら。オッケー。行くぞ。行け。うざい。
ナイス。落ちたよ。落ちた、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 よし、落ちたんじゃない。でも全然食らってなくね、あいつマグマ登ってきてるよ。やばいやばい。レッドストーンはいらないだろ。 TNT はさっきあったじゃん。待って、全然聞いてないって。早く、えいや。いいよ。いや、当たってない。もうサンド、サンド下がって、サンド下がって。これもう次行くぞ。やばい。で、黒曜石一瞬だ。あれ、あいつ落ちてたぞ。でもまた登ってこようとしてる。バカが、くらえ。いいね、サンド、ナイス。いや、当たってないよ、ギリギリ。聞いてないよ。うまい。なあ、ね、全然着火しない、これ。なあ、お前もう全部ずれてる。ナイス。あ、してる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 。いいじゃない。ナイスナイス。食らったんじゃない。これさすがに食らえ。おー、ナイスナイス。これ食らってる。いや、あの、爆発はしてるけど全然食らってないよ。登ってきてるよ、やっぱり。もうそれさ、あの、意味ないから、次次次ファイヤーチャージ発射するよ。ね、黒いゴーレムを倒さないと。そうだね、倒せるかな。あいつ倒すか。ナイスナイスナイス。黒いゴーレム倒そう、今のうちに。よし、ナイス。おい、サド、一回逃げて。撃つよ撃つよ。ごめん、サンド食らえ。ゆうちゃん、そっち側も起動させて。どうだ、起動する。くらえ。どうだ、食らってる、これ。うわ、うわ、何。サンド逃げて。サンド、サンド、なんで。サンド、自分で。もうこれ、総合気をつけて。これ通れないんじゃない、さすがに。やばい、待って、やばい、通ってきてる、通ってきてる。やばい、やばい、やばい、襲ってきてる、襲ってきてるよ。やばいよ。ね、ね、てか、サンド大丈夫なの。何が、何が大丈夫じゃない。いて、あ、村人が死んじゃった。お前何やってんだよ。ん、死んじゃったじゃねえよ。いや、襲ってきてる。ちょ、この天然キャノン使って、天然キャノン押すぞ。発射、そのだ、いけ、発射。おー、やっば。あ、お前さっきから何やってんだよ。こっちも使うぞ。使って使って、うわ、ナイス、強い強い。ね、もう一個残ってるよ。全然食らってない。待って、まだまだ食らってる。来てる。え、どうする、持ち切る。村が、もう、ね、村がボロボロなんですけど。壊滅状態です。なんだ、あの動きは。ね、もう、もう一個 TNT キャノン使わないと。そうです。待って、分かった、分かった。おびき寄せよ、おびき寄せよ。おびき寄せるわ、ちょっと待って。やばい、なんか、やばい動きしてる。なんだ、この動き。ね、やばい。早く。ちょっと黒いゴーレム相手してるから。ね、これさ、TNT キャノンさ、なんか自爆してない、計算ミスってるやん。いやいやいや、もうこれだから使い切りなんだよ。じゃあこれさ、いっぱい TNT 置いときゃさ、いいんじゃない。これ大事、それこそ危なくない。ミル爆発しない、大丈夫。いや、だってさ、あの威力で壊せないってことは、もっと置かないといけないよ、これ。そういうことか、じゃあもっとたくさん置いた。こっち来てるよ、サンド。こっち来てるよ、こっち来てる。やばいやばいやばい、はい、目いっぱい置け、はい、目いっぱい置け。頼んだ。よし、いいぞ。じゃあ引き寄せろ。よし、わかった。おつだぜ。じゃあゼアル、ゼアル頼んだ。うら、待て待て、黒いゴーレムを引き寄せないと。あ、黒いゴーレム、お願い、誰か。いっぱい行ってる、いっぱい行ってる。来てるよ。いいとこ行って、俺レバー押すから。ブラッドゴーレム来い。ほら、早く。もっと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 。いいいいいい感じ、いい感じ。いいいい、行くよ。いいよ。はい、押せ。ゼアル、逃げろ。逃げろ。うら。うら。え、やった？倒したんじゃない？でもちょっと待って。黒いやつらが、でも黒いやつらは本体がいなければ、あれ止まってる、戻ったんじゃない、操られてたんだ。そういうこと、サンド、嘘ですやん。あ、でも止まったんじゃない。あ、ほらほらほら、余韻だったんじゃない、余韻。よかった、俺ここずっと隠れてたから。はっ、なんかお前途中からいなくなったと思ったら、え、いけいけいけとか言ってたの。やれとか言ってたんで、そこにいたの。うん、な、何してんのお前。だって怖いじゃん。いや、怖いじゃんじゃねえよ、守れよ。ちゃんと何もしてないじゃん。何もしてないことない、何もしてないことないよ。俺だってしっかり当たれてたもん。お前さ、しっかりやってよ、セキュリティも聞いてくれ。俺だってしっかり当たれてたんだからさ。サンド、サンド、サンド、あー、待って、待って、待って、大丈夫か。奈落じゃん、奈落。おー、奈落落ちてる。